増田直也は、和歌山県長郡岸川町出身のプロ野球選手。宇藤右内。芝ロッテマリーンズ所属。元はサッカーがしたかったが、友達に誘われて、西高志小学校2年次から野球を始める。一時は、和歌山リトルリーグに所属。西高志レッドボーイズに入団し6年生ではエースを任される。岸川中では、軟式野球部に所属。 練習に明け暮れた小中学校時代で、投球の基礎を培っていった。私立和歌山商業高校時代は、内野手、主に遊撃手の控えとしてプレー2学年上には、川端慎吾、同級生に、川端幸がいた。3年夏は、和歌山県予選準決勝で敗退。甲子園出場経験はなし。内野手をやっていたのは、 高校1年の健康診断で心臓に穴が開いていることが発覚し、当時の監督ができるだけ体に負担がかからないように、するに転校させたためで、マスダ本人は、投手志望だったという。高校卒業後はセレクションを受けて、関西国際大学に進学。入学後に投手に転校し、2年時の春から、リーグ戦に登板する。第58回。 全日本大学野球選手権大会では準決勝の法政大学戦で2番手として、当番3回に3を1出展に抑えた。これを機に中継ぎ投手に昇格する。3年時の冬から4年時の春にかけて腰のキレを良くするため体幹を鍛え、ツーシームの精度を上げた。これが功を奏し、春のリーグ戦では優勝こそ逃したものの、 先発、救援の両面で起用され13試合中11試合に、登板し4勝、リーグトップの防御率0.75、48回で44奪三振を記録し、初のベストナインに選出された。リーグ戦、通算6勝5敗、防御率1.16。全国大会の出場経験は、2009年、大学選手権と2009、2010年の、 明治神宮大会で登板。2011年のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから4位指名を受け、11月18日に関西国際大学ミキキャンパスにおいて仮契約した。背番号は52。2012年はオープン戦で結果を残し、同期入団投手の藤岡隆弘、中と雄平と共に開幕を一軍で迎える。 新人3人が開幕一軍となるのは、球団では2008年以来4年ぶりの出来事であった。開幕戦の3月30日、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、プロ初登板を果たすと、翌31日に、プロ初ホールドを記録。ルーキーながら、開幕から、セットアッパーを任され、4月4日の対埼玉西部ライオンズ戦では開幕戦から4試合連続登板。 開幕戦からチーム四試合すべてに登板した、新人投手はドラフト生後、チーム初だった。その後も、リリーフとして、安定間抜軍の投球を見せ、オールスターゲームに監督推薦で、初出場となった。8月5日の対オリックスバファローズ戦でプロ初セーブ、同30日の対楽天戦では、プロ初勝利を挙げた。ルーキーイヤーは72試合に登板にし、 2勝2敗41ホールド1セーブ、防御率1.67を記録。林康夫と大原真嗣が持つ、新人最多登板記録、摂津忠が持つ、新人最多ホールド記録を共に更新し、チームとしては、久保康友以来7年ぶりとなる、新人王を受賞。また同年のセリーグ新人王に選ばれた、広島東洋カープの野村雄介と共に、 平成生まれ初の新人王となった。オフには、球団ルーキー史上最高となる3000万円アップ、推定年俸4200万円で契約を公開した。2013年は、春季キャンプ直前に突発性気境発症が発覚し、キャンプ序盤は出遅れたものの無事に復帰し、前年クローザーを務めた、矢豚康彦が怪我により、 開幕に軍スタートになったため開幕からクローザーを務めた。5月は2リーグ制以降では1956年9月の稲尾和久に並ぶ月間18試合登板、球団新記録の月間10セーブを達成。2年連続でオールスターゲームに出場し、9月9日の対セーブ戦で2年連続60試合登板を達成。最終的に、 リーグ最多の68試合に登場にし、2勝6敗、9ホールド33セーブ、防御率2.76とこの年も好成績を収め、平成生まれ初となる、最多セーブのタイトルを獲得した。オフに3000万円アップとなる、推定年俸7200万円で契約を公開し、また7月に、一般女性と結婚していたことも発表した。11月には、 台湾で行われた2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表にも選出された。2014年は抑えとして調整を続けていたが右肘の違和感のため開幕に間に合わず西野勇士に抑えを譲る形となった。一軍復帰後は西野が校長だったためセットアッパーとして起用されたが6月15日の対 広島東洋カープ戦で、ブラッドエルドレッドに逆転満塁弾を打たれるなど、通打される場面が目立つようになった。9月9日の対西部戦では、史上38人目の一級勝利を記録し、この年は中継ぎながら7勝を記録したが、52試合の、登板で7勝3敗23ホールド1セーブ、防御率4.94と成績を落とし、 西野に守護神を譲っただけでなく8回のセットアッパーの座も大谷智久に譲るシーズンとなった。オフに800万円増の推定年俸8000万円で契約を公開した。2015年は開幕から不調が続き、4月22日に登録抹消。5月26日に一軍再昇格を果たしてからは、 中継ぎとして起用され、負け試合で登板することも多かった。51試合の登板で3勝2敗11ホールド、防御率3.91という成績でオフは、現状維持の推定年俸8000万円で契約を公開した。2016年は、肩周りや胸の筋肉を鍛え直し、150キロに達するまでに9位が戻り、 開幕から10試合連続で無失点を続け、5月7日から6月24日に、かけては18試合続けて、失点ゼロ。信頼を取り戻し、セットアッパーを任されるようになると、自身3度目のオールスターゲームに選出され、抑えの西野が、肘痛で戦列を離れると守護神の座に返り咲いた。9月に、右肘関節炎で、当番間隔を開けた時期もあったが、 登録抹消されることなく1年間を通して、ブルペンを支えた。61試合に登板し、3勝2敗21、ホールド14セーブ、防御率1.83と高成績を収め、オフに4000万円増の推定年俸1億2000万円で、契約を公開。1億円プレイヤーに名を連ねることになった。2017年は、年間を通して、抑えを務める。 西武王を獲得することを目標に掲げて、キャンプインし、開幕からクローザーを任されたが11試合の、登板で3敗、防御率6.30と不調で、内達也と配置転換された。その後5月18日に登録を抹消され、5月31日に、一軍再昇格を果たすも8月20日に、再び登録抹消、以降の一軍昇格はなくシーズンを終えた。 最低でもクリアしたい数字と語たった50試合当番に、届かない38試合の当番に止まり、0勝4対6ホールド9セーブ、防御率5.09と大きく、成績を落とし、オフの契約公開では、プロイリアと初のダウンページ、1000万円減の推定年俸1億1000万円で、サインした。2018年、前年に現役を引退し一軍監督に就任した。 井口忠人の助言を受け、前年の周期キャンプから徹底的に直球を磨き直し、その回もあり一年を通して一軍に対同この年は6敗を喫するなど信頼を完全に取り戻すシーズンとはならなかったが、70試合に登板して2勝6敗17ホールド3セーブ、防御率3.08を記録。オフに2000万円増の推定年俸1億3000万円で、 契約を公開した。2019年は、開幕前に45神に指名されると、シーズンを通してその役割を、全うし、60試合の登板で4勝5敗12、ホールド27セーブ、防御率2.15と好成績を収めた。この年に、国内 FA 権を獲得しており読売ジャイアンツ、などが調査をしていたが、 10月30日に FA 権を行使せず残留が決定した。残留の決め手として、ファンの人からの SNS 等、それ以外のところでも残ってほしいという声をたくさんいただいて、ロッテで優勝したい。このメンバー、このスタッフで、ファンの皆さんがいるところで優勝したいと話している。12月20日に、総額6億円プラス出来高の3年契約にサインをした。 また鈴木大地の FA 遺跡により翌年から選手会長を務めることとなった。2020年は新型コロナウイルスの影響で120試合制の短縮シーズンとなり、開幕も6月に延期となったが、開幕からクローザーとしてフル回転し、8月7日の対オリックス戦で史上33人目となる通算100セーブを達成。2016年に、 通算100ホールドを達成しているため、史上5人目の100ホールド100セーブ達成者となった。8月28日の対オリックス戦では、通算500試合登板を達成した。リーグ最多の54試合に登板し、3勝5敗後、ホールド31セーブ、防御率2.25とこの年も好成績を収め、13年ぶりのチーム2位躍進に大きく貢献した。 2021年シーズンは9回打ち切りルールが採用され引き分けに持ち込むために同点の9回でも守護神を投入する場面がどの球団でも多く見られた。マスダもシーズン初登板となった3月27日の大福岡ソフトバンクホークス戦で同点の9回裏に投入されたがさよなら負けを喫し,し翌28日の試合では1点リードの9回裏に 登板するも逆転さよなら負け。まさかの連敗で、シーズンがスタートしたものの4月1日の、大楽天戦から同10日の対西武戦にかけて6試合連続、無失点投球。5月は、月間リーグトップ対の初セーブ、月間防御率0.90を記録し、守護神の座を譲ることはなかった。6月4日の対横浜 DNA ベイスターズ、戦では一級セーブを記録。 一級勝利と一級セーブを記録した、史上4人目の NPB の選手となり、パリーグの選手では、史上初となった。2016年以来となる自身4度目のオールスターゲームに選出され、9月8日の対オリックス戦では、通算150セーブを達成した。10月24日の対北海道、日本ハムファイターズ戦で、シーズン38セーブ目を挙げ、それまで、 小林正秀が保持していた、セーブ数の球団記録を更新。この年は、リーグ最多の67試合に登板し、逆転負けを喫する場面も目立ったが、3勝6敗38セーブ、防御率2.24を記録し、2013年以来となる、セーブ王に輝いた。 また前述の通り引き分け試合でも多く起用され、引き分け試合の最後に登板した投手に記録される、引き分けの数も多くなり、8月19日の対、西武戦で、引き分け数プロ野球新記録を受立し、最終的にその記録を18まで伸ばした。CS では、ファーストステージに2試合連続で登板し、ファイナルステージ進出に貢献したものの引き分けでも、 敗退が決まる11月12日の試合で1点リードを守りきれず、シーズンが終わった。マスダの投球フォームトルネード投法に近い、サイドスロー気味のスリークオーター。平均球速約時速 144km、最速時速 152km のストレートと、ツーシームに加えて、スライダー、シンカー、カットボールと変化球も多彩。 またプロ入り後、春季キャンプで、投手コーチの西本清の指導の下、すぐにシュートも習得するなど器用さも持ち合わせている。もともと左利きで、幼少期に箸やペンと共に強制されて、現在のように右投げとなった。しかし、左でも、遠投60メートル、急速時速100キロメートルを投げることができる、筋力バランスの良さを持ち合わせている。 入団後の春季キャンプで初めてのフリー打撃に登板した際、インコースへ投げてもいいのかと、投手コーチの西本に質問した。このことについて、西本はフリー打撃に参加する主力選手に当ててしまうかもしれない恐怖よりも打者に向かっていく、その強気の姿勢は投手として大切な要素である、とその資質を高く評価した。セットアッパーとして、 目標としている投手に、中日ドラゴンズの浅尾拓也の名前を挙げている。筋トレは、ほとんどせず、マス大枠、筋トレしたら、すぐ筋肉がついてしまう。すると感覚が全く違う。だから走って、体幹を鍛える程度のメニューしかやっていないと、話している。相性は、マス。木の川市立、西高志小学校の山岳都市下に、西川春樹。 四学年下に山崎明太郎がいる。岸川中学校時代に指導に当たった当時の田伏秀夫監督はマスダについて努力家で練習に対して真摯に取り組む姿が印象に残っていると当時を振り返っている。2012年1月8日、マスダは埼玉県の埼玉市にあるロッテ選手寮への入寮の際、マスダと同期入団で 関西出身の中後、夕平と,と共に上京、午後3時過ぎに到着予定のはずが、東京駅から、武蔵野線に乗車。この経路だと、武蔵浦和駅まで乗り換えなしで到着するが、京浜東北線赤羽駅経由最強線、または、京浜東北線南浦和駅経由武蔵野線に、比べると明らかな遠回り経路であり、40分程度で、 到着予定が90分を要して、到着、午後4時20分に、ようやく入寮と大遅刻した。5時間半くらい電車に乗ったと、本人たちも苦笑いだった。母子家庭で育ったため、苦労して育ててくれたという母へ契約金を渡して、プロ入り。一軍で投げる姿を見てほしいとマスはコメントしており、プロ入り初勝利を記録した際には、初めてのウィニングボールは、 実家の母に送りますと、母親への感謝の言葉を口にしている。このような出自であることから、一人親家庭の支援活動に熱心である。その一環として2013年から毎年数回、QVC マリーンでのマリーンズ主催試合の内野指定席に、母子家庭の親子を招待し、交流する活動を続けており、マスダも、毎回、こちらが励みになっている。 同じような環境で頑張る、子供たちのためにも頑張ろうと思いますと述べている。寮やホテルの部屋では、ガネッシュと呼ばれる、お香を使ってリラックスしている。2013年シーズン終了後に契約公開の席で、同年7月に一般女性との入籍を発表、2014年2月10日に第一子となる、長男が誕生したと発表した。 2020年6月15日、大密語が誕生した。2020年2月14日、千葉市消防局が行う春の火災予防運動のポスターに5年ぶりに起用された。好きな食べ物は肉、嫌いな食べ物はおでん。マスの母校である関西国際大学では新事務王表彰を記念して垂れ幕が掲げられた。2012年12月22日撮影。 ありがとうございます。